え、ワンピースさ、今ワノ国やばいの知ってる？ワノ国？ワンピースあれ、俺単行本だからさ、全然知らん。俺もあれよ、ドフラミンゴら辺で俺ちょっと熱冷めちゃって。なんで冷めんだよ、今が熱いの。あ、じゃあもうビッグマムすら知らないよ。ビッグマム、まあ、名前はわかるけど、ね、そのホールキーキャランドフィア知らない。あ、知らねえんだお前。いや、こいつやべえな、マジで。さらにそれを上回るワノ国、もう今やばいから。相当やばい。ねえ、ダッキー。ん？ねえ、うん？ワノ国やばいよね。お前知ってんの？ワノ国。ワノ国。逆に知らないの？俺、ほら、ダッキー詳しくない。お前知ってる？俺も全然詳しくない。うん？俺めちゃめちゃ知ってるよ。ワノ国？うん、え、ワノ国の上知ってる？ワノ国知らない。え？え、お前知らんの？上ってない。やって、そもそもやってないのになんで知ってる？ワノ国っていうのさ、このまあまあ大きいじゃん。まあまあ。まあまあでかいかな。じゃでかいって、知らない、そこも知らないでしょ。あ、知らない。だから俺が一から説明してあげる。サバンナの国って知らない？知らん。わかんない。え、サバンナの国知らない？なんで日本からすげえエジプトの。違う違う、これはサバンナってちゃんと感じなの。サバって感じあるじゃん、魚のサバ。ああ、サバ。で、ウナは、ウはあのな、あのん、あのそういうカタカナ漢字じゃないんだよ。カタカナ、サバンナ。で、ナはあの奈良のナ。ああ、奈良。で、ノはこのノ、そうそう、の国。これは天竜人あるじゃん。天竜人が主に生息する。生息する動物みたいな。で、その天竜人の中にマッシルってやつがいるんだよ。マッシル、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 マッシルってやつが正味天竜人の一番上の存在なので、こいつは天竜人ってさ、みんな見に食ってないじゃん。ああ、まあね、食ってるのやつ見たことないでしょ。そいつは6個食えます。6個食えんの？6個食えんの？2個なんですけど、天竜人の一番上のくらいまで行くと6個食えんの。へぇー、バケモンや。えぇー、これ6個何の実？1個ゴロゴロ。え、エネル、吸収するんだよ。え、なに？じゃあエネルどうなったの？え、じゃあ吸収っていうかさ、そのコピーできるの。もう、次これが欲しいって言ったら、はい、そう、ガチだよ。ゴロゴロ、グラグラ、ピカピカ、あれも使えるの、覇気も武装色も全部使えるから超強いじゃん。あと、ロギア系、フェニックス、フィッショフェニックス。あー、トリトリモデルフェニックス。そう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 。まあ、それもいるけどね。まあね。あと、ヒエヒエ、ヒエヒエ、あとマグマグ。ロギアばっかだ。マジ？そう、それ全部今。三大将の技持ってる。三大将の、三大将のこと知ってるから、やっぱ海軍の中でさ、トップ3だから、それ知ってたから、そいつらの使えば結構強くなるんだよ。プラスの白ひげでも、そいつティーチが嫌いなの。だから、やみやみは取らなかった。俺がいつかティーチを倒すってなるらしい。ルフィみたいな。すごいね、すごい。まあ、そんな感じで正義感がある人。そうそう、すごくやばい。いずれ、ルフィの仲間になる。チートじゃん、もう海賊になるんだ、そいつ。ルフィの立場ないね、それも。ルフィの右腕の、ハンコック、あいつみたいな、バルトロメオみたいな感じになる。あー、個人的なやつ。ルフィさんみたいな。そんな、そんな強いやつにしたやつのトップ。それすげえよく知ってるの、お前。だってジャンプでやってないよ。ジャンプが一番早いもん。まあまあ、いろいろ、そこは秘密だから言えないけど。さ、結局海賊王って誰がなの？うん、それは言わない方がいいかも。ってこと知ってんの？知ってる、知ってる。え？じゃあさ、ワンピースって何？え？ワンピース、そう、ワンピースってどういう意味？そう、そのままで。え？そのまま。ちょ、理解できない。いろいろ考察があるじゃん、ワンピースってさ、宝だとか、兵器説とか、そう、レッドラインが崩れますとかさ、あ、みんなやっぱそういう発想になる。あ、そういう発想になる。違う、ワンピースって海なんだよ。ワンピースのことを海って別名呼ぶんだけど、ワンピースっていうのは海イコール宝、宝イコール海賊王っていう意味なの。海は海賊王になったら何？どうなる？海、海ね。海はもう自分の所有物。全海。全海。それが海賊王だわ。そう、それが海賊王だわ。海賊どころじゃないよ。全海を自分のものできて、そのそこにいる海賊もその船を見たら挨拶するみたいな。へえ。ジャスって言って。へえ。ジャスって。で、みんな海賊王誰と、じゃあ誰になると思う？やっぱルフィでしょ。ルフィなんじゃないの？いや、やっぱ強いからね。黒ひげとか。ああ、いい線いってる。お、お、ルフィじゃないんですよ。お、海賊王。来た。誰誰誰。これなんと死んでません、あの方が。もしかして、もしかして。そうなんです。エースですか。ゴールドロジャーです。ゴールドロジャー。もうそもそも二度目、二周目。
二級ですね。RPG で、じゃあ、あれは海賊になってないから。あ、なれてね、なんで、だって呼ばれてたじゃん、海賊。うん、海賊をこうやって言われてるだけ。そいつがもう一歩手前まで行って、ああいなくなっちゃった。海賊の海から。どこ行っちゃったの？一回アメリカ行ったらしい。アメリカ？そう、アメリカ合衆国のニューヨークで、ああ野球が好きなの。どうじゃん。だから、ニューヨークヤンキース対レッドソックスの試合見に行きたくて、一回海から遠ざけた。へぇ、で、その時先発松坂だったんだよ。松坂松坂と松井が翔だった、はい、それを見たいがために一回そこ行ったのよ。ロジャーがそうで楽しくなっちゃって今ニューヨークに住んでて、じゃあそろそろ海出るかって来て、あとね多分583話後ぐらい出てすげえだけいろいろもう知ってるからもう何でも気分かる。ルフィに実はもう一人兄貴がいたんだけど、それ知ってる、うん、お前知ってるよ。スモーカー正解。すげえよくわかるね。すげえ当たり前で流れ出たぞ。こいつやっぱスモーカーだ。そうそうそう、スモーカースモーカー、スモーカーでしょ。そう、スモーカー正解。いやスモーカーじゃないでしょ。これあとね、20巻後に出る話なんだけど、実はそう、一緒なんだよ、土が。でもちょっとね、不倫しちゃってよ、お父さんが。不倫、そう、不倫で、この違うのよ、お母さんが。でもお父さんは一緒で、そのお父さんっていうのが、白ひげなんだよ。ドラゴンは、ドラゴンはまた違う奥さんの子供。これはさすがにみんな知らんと思うんだけど、スモーカーとゾロいるでしょ、うん、あれ、幼馴染だからね。え、知ってるの知ってるのお前。え、あ、知ってる。そんなんない、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 知ってる。それはないぞ。普通の人が知ってるのってやっぱゾロの幼馴染クイーナーだなみたいな、だいたいここまでしか知らない。そうそうそう、ここにね、そのルフィエースでいうサボ的なサボ的なポジションにこうスモーカーいた。あー、よく知ってんの。よく知ってんの。正解だよ。つける証拠っていうのがちゃんとあって、あ、顔よく見てみ、すっげー似てるから。わかる。いやいやいや、似てる。さすがにない。ないないない、超似てるから。さすがにない。で、武器も剣持ってるしね。ああ、でもガチでこれだけはマジだけど、な、ナミとあいつ、ビビ、うん、あれマジって幼馴染だからね。うわ、お前それも知ってる。ああ、知ってる。それは知ってる。ちょっと待って、いやいや、すげー。あ、よく見てみ、ほんま似てる。確かに。で、あと50話後に4個全部買うから。50話後にね、うん、知らなかったみたいな感じで、まあそういう噂もあったけど、さすがにそこまでは知らなかった。え、横誰になるって聞いてた。キッドと、うん、ガイモンと、あのノロノロビームのホクシーと、うん、あとナミ。ああ、でしょ。全然ちゃいます。ルフィどこ行ったの。全然ちゃいます。普通になって、バーギー、シャンクス、ルフィ、そこ、もうこれは表。こいつ甘いわ。こいつマジで甘い。ガチで言うか。あの、もうネットの記事見るタイプの。こいつマジで甘い。4個まず1人目、コビー。コビー、海賊になってる。コビー、え、もう一人、ヘルメッポ。ヘルメッポ、その二人、すげえ。で、あの二人、これが一番いいっす。これやばいぞ。お前ら爆笑するぞ。ガチやばいぞ。やばいやばい、そんなありえ、そんなありえ。ガチで、そんなありえ、そんなありえ。これガチだからね。裏とかでも何でもないよ、これもう嘘だもんだって。嘘でしょ、君たち。ガチだよ。ガチガチガチ、嘘じゃないっしょ。嘘。いや、でもすごい、もうなんか見事に伏線回収された。どこのどこの伏線。あのさ、ガッシュの最終回ってさ、あれさ、結局どうなんの。あれガッシュが王になってそのままなの。ああ、それも聞きたい。優しい王様になるって言ってんじゃん。あれ嘘だから。嘘だろ。あれ嘘です。ええ、あれ嘘なんです。優しくないんですか、ガッシュ。優しくない。昔いじめられてた、ガッシュ。ああ、確かに。だから王になって優しい王様って言っとけば自分はヒーローになれる。で、魔物、まあ、あの人間の現実世界に行っても、ガッシュが自分が優しい王様になる、いい人になるって思えばみんながついてくるじゃん。ナイツサロンも演技ってこと。あれ全部演技。ええー、コルルとか、コルルとか死んだって最初ナイツサロンじゃん。全部演技。ええー、あれも最悪じゃん。もうあの自分の作戦通りだ。そんな頭いいで、最後クリアノートいいんじゃん。うん、あいつと戦う時にやっぱあいつ一人勝てないの、さすがに。やっぱりガッシュ一人じゃん、勝てない。だからまあブラゴめちゃめちゃ強いから、ブラゴと一緒に倒していくんだけど、でもガッシュはブラゴに勝てるって分かってたの、自分で。だからクリアさえ倒しちゃえば、あとブラゴとの一騎打ちだから、もう勝てるって分かってたから。ああ、もう一時協定みたいな。そう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 。で、その後さ、だってブラゴさ、シンバベルガグラビドン使って、ガッシュがガッシュは普通に普通の魔王酒で勝つじゃん。まあ、そんぐらいなのよ、レベル的に。まあ、第4の説だから、ね、だから、あの、魔界帰ってガッシュが王になりました。そっからですよ。もう、馬王避けるが連発。最悪じゃん。
最悪や。え、だって俺知ってるのはそんなんじゃないんだけど、なんで漫画見てバオーラ、バオーラだけが連発してる。そう最悪だな。